ありがとうございます。いや。すみませんでした。あまり目立ちたくはない。さっさと片付けるぞ。うっす。喧嘩ってのは相手を見て拳の振り方を変えるんだ。ほう。
Aloha. ありがとうございました。 いらっしゃい。お、連れか。ああ、こちら店長だ。この店はカラオケバーなんだが、寂れていて居心地がいいからよく使ってるんだ。寂れてて悪かったな。俺、春日一番です。桐生さんにはいろいろよくしてもらってます。春日さんか。 どうぞごゆっくり。さて、まずは軽く一杯行くか。はい、喜んで。春日。はい。 少しは落ち着いたが、おかげさまで。ほんとすんません、飯までごちそうになっちまって。いや、ほんとハワイは飯も酒もうまいや。お気に召したようで何よりだ。へえ、いや、地獄に仏とはこのことです。こっち来てからわけわかんねえことだらけだ。 なんか桐生さんに会って心底ほっとしてます。慣れねえ年での、トラブルは答えるからな。ほんとそうですよ桐生さん。このご恩は必ずお返ししますんで。<笑>期待しないで待ってるよ。いえ、これは口だけじゃないっす。俺だって 桐生さんの力になりたいんす。何でもいいんで手伝わせてください。わかった。じゃあ頼りにするよ。よろしくたのぜ春日。はい、任せてください桐生さん。じゃあこの奇妙な再会に乾杯だ。うっす、乾杯。 ようやくお目覚めか。もう昼だぞ。桐生さん、あれ、ここはカラオケバーの2階だ。酔っ払って寝しまったお前を運ぶの結構大変だったんだぞ。いや、すみません。 いつもならあれくらいの酒で寝たりしないんすけど。さすがに疲れてたんだろう。寝て少しは楽になったか。はい、おかげさまで。そうか、ならいよいよ行くとするか。茜さんの家ですね。ああ、
俺のホテルの前に車を用意している。そいつで行くぞ。わかりました。おお、起きたのか。いろいろご迷惑かけたみたいですみません。2階も使っちゃって。気にしないでくれ。2階は昔は接客で使ってたんだが、今は客も少ないし、ほぼ物置みたいなもんなんだ。もし寝床がなかったり、人目を忍んで話したかったら好きに使ってくれて構わん。え、でもいいんすか。ああ、数少ない常連のお連れさんだ。手厚くサービスしないとな。またいつでも来てくれ。はい、また来ます店長。おい、ん？Hmm.